はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、では今回は X アストレイのステージ1をやっていきたいと思います。新たなる G ということで、アストレイ編も新章ですね。敵はガナード。あ、そうそう、前回設計でハイペリオン作って、で、ガナードもスカウトできるようになりました。あとミハイルがいるね。忍耐力3か、レベル高いな。まあやっていきましょう。コズミックイラー71。地球連合軍とザフトの戦争は激化の一途をたどり、戦いの場が再び空へ移ろうとしていた頃、太平洋の孤島に空への旅立ちを決意する一人の少年の姿がありました。少年の名はプレア・レベリン。その少年はエネルギー不足に苦しむ地上の人々を救うためとある仕事を依頼されていたのです。自らに課せられた運命、その重さと輝きをきっとプレアはこの時から誰よりも信じていたのでしょう。だから彼はたとえどんな未来が待ち受けようとこの依頼を全うしようと考えていました。そして彼に託されたある存在は、私カザハナ・アジャーが所属する傭兵部隊サーペント・テールにも深く関わっていたものだったのです。激震の空で交差する新たな2つの流星、その軌跡は戦いの時代に生きる王道ならざる者たちを次なるステージへ導こうとしていました。G、
ルミューレリュミエール、こいつはビームだろうが実体弾だろうが破ることは不可能だ。イライジャが撃破されずにガナード撃破か。ヒットポイント半分くらいになってるね。攻撃6000以下が無効だっけ。フルフレームが一番攻撃力高いのがスナイパーか。これはこれで欲しいな。狙えるか。え、こいつも反撃してくるな。でも防御されたら貫けないからな。ちょっといけるかだけやろう。無駄だ。我がからは撃てるのか。絶好の狙撃ポイントだ。ファントリー最大出力発射。当てられるとか。エネルギー切れを狙うしかないか。107、30使うでしょ。3回か。イライジャちょっとな、ターン制限ないからとりあえずこれにしとこう。ヒットポイント回復するはずだから。え、あ、でもだ、攻撃をしないとあれが発動しないか。 66% か。結構危険だな。やっぱ食らうよね。厄介すぎる。めちゃくちゃエネルギー回復してるし。え、これ遠距離とかじゃないもんね。全ての武装ダメージが6000無効だもんな。え、どうすりゃいいのこれ。外から狙ってもな。ここのあれか。まあいいや、とりあえず攻撃するだけしてみよう。近づいてきたな。テンションが上がった。時間切れ。やっぱエネルギーはめちゃくちゃ消耗するんだな。最初から言ってくれ。だいぶ回復してるな。あ、援護できねえ。これだって食らったらちょっと次やばいもんな。まあ、ちょっと反撃しよう。仕掛ける。貴様のような雑魚が俺にかなうと思うな。4800回避された。入り込もう。傘を失ってはどうすることもできまい。黙れ。こんなことでハイペリオンは負けはしない。5000。あーってことは反撃して、陣狙いか。これ防御だな。耐えられるはず。ギリギリ耐えられる。で攻撃しての食らっての逃げての反撃で倒す。貴様などが俺のハイペリオンにかなうものか。これで終わりだ。
る。沈め。超たまったんだけど。
ドレッドノートの頭ゲイツバージョンか、まあ、特に欲しいっていう感じでもないし、そもそもここ4体しか出れないし、これでいいか。ジン6体撃破、プレイヤーで撃破しないといけないのか、まあ、ジンはヒットポイントそんなに高くないから、まあ、まずはちょっとじゃあこっちに来て固まろう。自軍ターンで一気にチャンスステップ3回使って倒しちゃうか。ドレッドノートの4か、射程だけ確認したかったけど一旦下げての、一応フェニックス出して、どうしようかな、こっちの舞台出すか、いや射程一応長い方出しとくか、ここに置いてフリーダムもまあまあだからね、下2人が格闘寄りか、まあ、別にドレッドノートは別物だよね、だって頭バージョン、ゲイツヘッドはこれでいいや。で反撃をして5000か、まあ、3、ちょっとこいつ当たんねえし、これ以上迷惑はかけられない。射程後って何の武器持ってんだ、無反動砲か、貫通で4300、あーなるほど、ここの3体を倒せってことね。ちょっと軽くだけ確認しよう、一番火力高いのはビームサーベルだけど、ちょっと接近はしたくないな。あでも4900、5000は当たると思う。ゲットゲージも大してたまんないし、5000当たるんだったらちょっとこっちも倒しての、でレッドフレームとかなんかめちゃくちゃあれだな、ずっとゲットゲージを貯めるチャンスがあるな。よし、じゃあこれ倒して終わりにしよう。違う、全部です、6体破壊しなきゃいけないんだ。じゃあこっちの陣が来るまで待つか。これで6体目、敵の数は少ないな。じゃあ来るの待って、カリスマ性、機械知識、忍耐力3か、こいつは反射神経2か、誰かにくっつけるか。エリスクロール何があるっけ、反射神経ちょっと
あいつで回収しようということで、減らせるやつは減らしていくか。戦艦連携、いやー出そう。一発ずつぶん殴れば致命傷を与えられるでしょう。だって8500しかないんで、こいつ名前持ちのくせに。で3800、フェニックスのメガビームキャノンでいけるっしょ。げ、56% しかない。回避された。悲しすぎる。反撃で倒そう。蔓延などさせないさ。無駄よ。こんなところで終わるわけにはいかないのよ。ゾクサに手を下してやろう。マジかよこいつ。許さん。速攻で仕留める。まあ、ぶっちゃけ支援入れればよかったんだけどね。いけっかなと思ったら、ライフルでいける。こいつだったら、ジンだったら倒せる。どうしても戦うというのに、私はあなたを倒す。10 致命傷だな。消毒してやる。そんな3000か、くそ。逃がさんよ。回収しよう。反射に反の値60、いいね。ちょっと忍耐力をキラに欲しいんで、いきますか。お前が求めてたキラだ。僕にしかできないのに、やるしかない。もうやめろ。これで終わりではない。俺は何度でも這い上がってやる。忍耐力さ、忍耐力だらけだなこいつ。どうしても死なせたくない、フリーダムは。このまま話が続いていく感じかな。ビーム用塗装、ビーム500軽減。最初の1個だけ欲しいよな。タダでくれてもいいのに。
あ、そうそうそう、8枠目カトルにしました。もう最近ちょっとね、あの新しいシナリオになってるからなかなか出撃できる数が少ないけど、最終枠くらい行かないと8枠とかないからね。でもアークエンジェル買っちゃえばダブル戦艦システムにしようと思ってるんで、そうすればね全部で9人入るから、もう1人プラスして使える機体があるんで、やっぱり機体はねいっぱい使えた方が楽しいので。フェニックスガンダムな、ちょっとやっぱり190がちょっときつくなってきたよな今。あれを装備させたいよね、バーチェに装備させてる性能向上ユニット130上がるだけでも200台になるから、まあ本当は2が欲しいけどね、2がどんくらい上がるのか分かんないけどさ。ティューナメスもまあ200ちょいっていう感じだからな。うん、まあそんなところで、まあ X アストレイはこのままどんどん続けてやっていこうと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。